イエス、ものづくり長野。技術立国日本を支える長野県のものづくり、世界に誇るその技術の数々をご紹介します。私たちが作った新製品、これで新しい市場を開拓していきます。ガラスにフィルムを貼り付けるときにできてしまう空気の泡、こちらはその泡を消す装置です。熱と圧力を加え空気を潰します。開発したのは千曲市の千代田電機工業。装置の中は最高温度160度、大気の約8倍の圧力。大幅に性能アップした新製品はより厚いフィルムにも対応可能。ガラス同士の貼り合わせまでできます。当社の今までのコア技術を元にして作られた製品でございまして、市場関係と電子部品業界の開拓する製品です。1979年創業の千代田電機工業はもともと医療関係の装置作りが専門でした。ここで培った電子制御、超音波、圧力容器の技術を3本柱に、現在は医療だけでなく半導体や電気電子を中心に幅広い分野のものづくりを支えています。従来のコア技術を中心に、また基礎に開発研究型企業です。千代田電機工業の最大の特徴は、装置の企画開発から製造、アフターサービスまでものづくりの工程を一貫してできること。製薬、食品、医療機器分野、それからエレクトリス関連にこれから挑戦していくつもりです。千代田のロゴマークが光る自社ブランドで、これからも新しい市場に挑み続けます。